はい、東京都民候補日本代表投手桜井誠を登場いたしました。はい、ということでございまして、今回ですね、都知事選挙に立候補いたしました桜井誠でございます。まあ、先ほど紹介がありました通り、もうこれで3度目でございます。何回出ても同じですけれども、メディアがですね、クソバカメディアが名前さえ取り上げないんです。さすがにですね、今日6月20日からは公選法が効いてますので、公選法でしっかり守られた候補者は全員名前を載せる義務があるんです。だからさっきもね、ちらっと見てましたけれども、何ですかこの、 マイク、 TBS だか何だか知らないけれどもね、そこがマイク出してるでしょうに、ね、別に構わないけれども、君たちは19日まで私の名前一つ出さなかったんです。それがね、まともなメディアかよ。恥知れよお前ら。周りの皆さんでね、メディアに対してどんどん言ってあげてくださいな。お前らみたいなクソメディアがいるから日本はダメになるんだよ。あのね、桜井の名前を載っけろとは言いません。皆さんね、そこで聞いてる人たちもよ、あんたたちが知ってるね、都知事候補4人しかいないはずなんですよね。え、小池百合子、蓮舫で、あと何ですか、石丸電機に、あと玉上のおっさん、この4人だけじゃないですか。それ以外誰か知ってます？誰も知らないんです。さあ、これで日本は民主的な選挙をやってます。ぜひ皆さん一票入れましょう。入れられるわけねえだろよバカ。誰が、これが今の日本ですよ。こんな日本を作ってしまったのが我々なんです。そしてこうやって第一声の時だけ人がたくさん集まる、そしてニュースになるから、ぜひですね、マイクを握ってくれ。このマイク違いますからね、うちのマイクじゃないですからね。あのですね、私は既存メディアに対しては一度といえども頼ったことはございません。既存メディアに頼るようなね、選挙、これが日本をダメにしてきたんです。有権者の方を向かないでしょうに。いやね、これ昨日の生放送でも言ったんですけどね、私ね、昨日の夕飯カレーライスなんですよ。カレーライスといってもね、まあ、そこ名前言っていいのかどうか知らないけれども、そこのスーパーで買ってきた115円のね、あんたカレーライスなんですよ。うん、いや、もうちょっと、ね、健康な人、私もしたいんです。私もしたいんだけれどもね、115円のカレーライスと、そして 150g のね、ご飯、全部レンチンですから、合わせて200円にも満たない食事をしております。結構美味しいんですよ。結構美味しいからね、あんまり文句は言えないんですけれどもね、こういうですね、生活をしたことがない人間が、今日もですね、何ですか、小池百合子は偉そうにですね、なんですか、こうやってですね、演説をやっているバカじゃねえかというですね、あの女はですね、小池百合子というクソバカタレは最初に出た時に12の0、7つの公約と言って君たちに約束したはずなんです。もう忘れました？私はしっかり覚えております。どれ一つといえども叶えなかったのが小池百合子なんですよ。すべての公約を破ったのが小池百合子というこの緑のタヌキなんです。そんなものに対してね、メディアのクソバカタレはもう小池百合子当選、いや、その通りですが、現職の都知事が都知事選で負けるということはこれまで一度もございませんでした。都知事がですね、都知事が都知事選に立候補した場合ですよ。ということは小池百合子が今回立候補したことで確実に彼女の票が動くんです。ですから今のままでは絶対に勝てないんです。もうすでにですね、出ておりました蓮舫、野党のですね、蓮舫、ついですね、前回までは宇都宮健児というですね、野党候補者が出ておりましたけれども、あまりにもじじいすぎてですね、出られなくなって、そして蓮舫にくら替えしたんです。共産党までですね、日本の破壊をですね、堂々と叫ぶ共産党までが蓮舫を支持している。一体蓮舫というシナ人女が何をやるか、こんなことはもう誰にも分かってることでしょうに。あ、分かりますよね、そんなの。
これですよ。そして今度は何ですか、石丸電機。石丸電機のクソバカタレが今度は朝鮮人の慰霊碑に朝鮮人大虐殺が行われた、ふざけんじゃねえっていう話なんですよ。朝鮮人の大虐殺なんか我々はやっちゃいないんです。あのね、朝鮮人が虐殺されたとか言ってる関東大震災で、もしこれが事実であるならば、あの時に死んだ朝鮮人の数、日本にいた朝鮮人の総数と同じなんですよ。それだけの人間をですよ、それだけの朝鮮人を我々が虐殺した、ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。こうやってね、こうやって朝鮮人たちの言い分を次から次へと認めて、で、挙句の果てにですね、それが有効だなんだと言ってる、これが今の日本ですが、誰も戦わないんです。君たち大人が戦わなければ、子供たちはね、その大人の姿を見てるんです。先ほどもね、紹介にあった通り、桜井ですね、障害者第一級でございます。まああんまりね、威張って言うほどのものではございませんけれども、障害者第一級になってでも、こうやって声を張り上げて君たちに訴えかけるのは、戦う姿を見せなきゃいけないからなんですよ。日本のために、日本人のために立ち上がらなきゃいけないと訴えかけてきました。ぜひね、若い皆さんね、この姿を見て、まあ、どこまで持つか知りませんけれどもね、たとえ途中で倒れたとしても、桜井という人間が最後の最後まで君たちに訴えてきたことだけは忘れないでいただきたい。小池百合子、蓮舫、維新大好きの石丸電機、こんな連中しかマスメディアが取り上げない中で、私が皆さんに訴えたいのは、桜井誠という人間だっているんだということです。それ以外の候補者だっている、52人ですか、52名の候補者がいる。4人どころの騒ぎじゃないんですよ。たった4人しか出てるわけじゃないんです。しかし、いくらこうやってメディアを、クソバカメディアを批判したところで、クソバカメディアがごめんなさい、我々のやり方が間違っておりましたと謝ることは絶対にないんです。であるなら、君たち一人一人がメディアになりなさいな。今の日本、世界70位ですよ。メディアのですね、ランキングで世界70位、発展途上国並みが今の日本のメディアなんです。こんなクソメディアを信じてどうするよ。君たち一人一人が、動画でもいい、今撮ってるからね、動画でも生放送でもいい、どんどんこの姿を、いや我々だけじゃない、さっきもここで未来通ってやってたでしょう、彼らの姿を流せばいいんです。多くの人たちにその姿を届けて、そして判断を仰げばいいんです。本来これをやるのがメディアの仕事だろうよ。それをやらないからね、桜井は怒っております。先ほどから何度も申し上げておりますけれども、この3人絶対に都政を任せちゃいけないんです。ではどうやってこの3人に勝つのか。現在ですね、現在東京都の有権者1200万近く、1100数十万人です。このうち選挙に行く人間が500万人ちょっと、残りの500万人ちょっと、600万人弱の皆さんは選挙に行かないんです。要は5割の人間しか前回の都知事選も行っておりません。ですから残りの5割、この残りの5割の皆さんに選挙に行っていただきたいんです。もう年を取ってじいさんばあさんに、いくらですね、こちらがメディアなんてのはクソ以外の何者でもないと説明しても誰も耳を傾けないんです。そりゃそうでしょうよ、毎日毎日ね、うちに帰りゃテレビばっかり見る、こんなじいさんばあさんばっかりですから足腰立たなくなって、そうでしょ。であるなら、君たち一人一人が若い人たちに向けてどん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 情報を発信していくべきなんですよ。そして情報を発信していき、いつの日か彼らに我々の言葉が届けば、必ず日本は変わります。変えてみせなきゃいけないんです。桜井が変えてみせます。ブラボー。そのね、
桜井が変える第1弾として皆さんに公約をしたのが外国人生活保護の廃止です。即時廃止です。もちろん日本人だってね、生活保護を騙して取ってる悪い人間だっている。しかし物事というのは順番ってのはあるんです。まず外国人に出しているこの生活保護を止めなきゃいけない。この生活保護、東京都だけですけれども止めることは可能です。地方自治体のトップ都知事ですね、都知事が決断すればすぐにできることなんです。それを未だにやっていないんです。もちろんこの外国人への生活保護を止めるとなった場合に、朝鮮人、シナ人、フィリピン人、そして最近ではクルド人、こういった連中が騒ぎ出すのは目に見えてます。目に見えてるけれども、彼らと戦えるのは桜井誠以外に誰がいるってんだい。この桜井、20年にわたって戦ってまいりました。20年にわたってあの凶暴凶悪な朝鮮人、シナ人、そしてフィリピン人、ベトナム人、クルド人だってそう、ドイツもこいつもです、日本を舐め腐ってるんですよ。我が国は入管法という法律で自活できない外国人を入国させてはならないと書いてあるんです。にもかかわらず未だにですね、日本人は外国人を引き入れ、皆さんご存知ですかね、つい1週間前シナ人が6人ですね、日本にやってきて、そして神戸市役所に生活保護を申請しました。入ったその日に申請して6日後に生活保護が降りてるんです。こんなことが起きてるんですよ。皆さんが生活保護を申請したら、あの手この手でね、いや生活保護出せません、うちの役所ではねそんなことできないんです。ですから皆さんね、あなたたちの兄弟家族に面倒を見てもらいなさいと言って突っぱねる、これが今の日本なんです。自分たち日本人、我々と同じ日本人には途端に厳しくなり、外国人にはへいこらへいこら頭を下げて生活保護を受給させる、こんなことを許しちゃいけないんです。そしてその外国人と戦うにはとてつもないエネルギーが必要です。口先だけで外国人生活保護の廃止を訴えられるんだったらバカでも訴えられる。彼らと戦ってきた20年の月日が君たちにそのことを訴えてるんです。この桜井以外に20年間にわたって外国人と戦ってきた人間他にいるかよ。桜井さんだけ。ありがとう、その通りですがな。そしてようやく20年目にして外国人危険だと、クルド人危険だ、シナ人危険だ、この錦糸町の丸いの裏側、シナ人じゃないや、ロシア人ですね、ロシア人街になってる、ロシア人マフィアがあの後ろにたむろしてるんですよ。錦糸町の警察何やってんだって話なんですよ。トカレフ振り回してますよ、あの連中。こういうことが日本全国でまかり通ってる、それを許さないと言ってるんです。ぜひね、皆さんも協力していただきたい。あなたたち一人一人が協力してくれれば、今はね、桜井一人でこうやって車上に上がって皆さんに葉っぱをかけるだけです。しかし皆さんの力が必ず大きな大きなですね、力となって外国人の脅威、あるいはですね、日本に歯向かう、日本に牙を向くクソパヨクの、あるいはクソメディアの脅威から日本を必ず守ることができるんです。ぜひですね、皆さんこの声ね、今そこで通りがかりで聞いてる皆さんも同じですがな、たかだかね、候補者一人ここに立って君たちに訴えてるだけ、そんなものね、通りすがりの君たちもそうでしょうに、ちょっと聞くだけでもね、ここでこうやって演説するのもまた何かの縁なんですよ。まあ桜井はですね、先ほども言った通りです、投石受けております。明日は投石日ということで演説ができません。明後日、しあさってそれぞれ予定を出しております。こういう形で2日に1回しかできません。その中で
今日はこの錦糸町南口で皆さんに訴えかけております。この錦糸町南口で出会った皆さん、たくさんの人が来ております。実を言うとね、前回の選挙でもここの錦糸町に来てるんです。錦糸町に来て皆さんに訴えかけてるけれども、その時よりも人が集まっております。ありがとうございます。少しずつですけれども、桜井の呼びかけが多くの人たちに伝わってきてるんですよ。私も来ました。ありがとうね。ぜひですね、皆さんね、ぜひ皆さん、今日聞いたことをもう一回よくよく噛みしめて、そして明日からの、いや今日すぐでもいいです、今日すぐの自分たちの活動に生かしてくださいな。周りの人に伝える、せめてね、若い人たちに、あんたたちね、都知事選行きなよと、そして都知事選で一票を投じなさい、何も桜井に入れろと言ってるわけじゃないんですよ。例えばですけれどもね、奨学金の問題、奨学金の問題ね、実は去年問題、大問題になりました。そして我が国の岸田のバカがですね、増税大魔王の岸田が君たちに約束したじゃないですか、奨学金について検討する、検討したら終わりでしょ。それから何にも話聞かないんですよ。奨学金を借りた人たちもたくさんおります、この中にね。そしてそれを20年かけて返してるのが今の現状なんです。その一方、奨学金ではないけれども国費留学というね、このとんでもない留学制度で外国人が日本にやってきて、入学費はただ、授業料はただ、そして帰りの交通費もね、日本政府が支給し、さらにはですね、生活費まで支給してる、こんなバカなことがまかり通ってるんです。外国人はね、国の宝なんかじゃない、日本においては日本人が宝なんです。ぜひこのことをですね、皆さんに強く強く訴えかけて、君たちね、そこを通ってる君たちもですが、君たち一人一人が日本の主役であり、日本の宝なんですよ。口先で言うのは簡単なんです。先ほども言った通りです、外国人の権利をね、権利というよりも我々の恩恵ですから、与えてる恩恵を奪い取るということは当然外国人が徹底的に反発します。そしてその外国人を支援してきたクソパヨク、クソメディアもみんな一斉に反発するんです。その反発に最後まで抵抗できる人間、最後までそれらと戦えるのはこの桜井以外にありえないんです。ということで、本日の演説終了させていただきます。ありがとうございました。ただいまをもちまして、桜井誠第一声金賞陰金賞終了させていただきたいと思います。本当桜井、皆さんたちに握手をしたいそうなんですけれども、しかしですね、やはり先ほどのようにちょっと病状も体も良くないので、直ちに帰らせていただきたいと思っております。まだまだこれからもたくさんのところで桜井誠をご挨拶にお伺いすると思いますので、皆様最後まで桜井のご支援よろしくお願い申します。日本一。